ミコワイ・ラジビウ、アモル、または、ミカロユス・ラドビラ、アモル・ポロニアへはリアア、リトアニア大公国の大貴族、帝神、リトアニア大法官ミカロユス・ラドビライティスの、長男として生まれた。ミコワイは、弟ヤン・ラジビウ、イエジ・ラジビウらと共に、ラジビウ家を有力貴族にのし上げた世代に属する。ミコワイはゴニョンツ及び、メテヤを地盤とした、 ラジビウ家の子祖であり、ムスニンカイトダイネへの所領を相続した。もっとも、彼が獲得した財産の大部分は、モスクワ大公国に侵入した、ミハイルグリンスキーから没収された領地であり、それには、ライガルダス、ゴニョイツ、クニシンなどが含まれていた。彼は1500年から1503年にかけての、モスクワリトアニア戦争に従軍し、 コンスタンティオ・ストログスキー指揮下での遠征にも参加した。彼は1505年から1510年までリトアニア、副主前官1507年より、ビリニュス県知事1510年より、父の公認としてリトアニア大法官を務めた。ミコワイは親ポーランド派で、ポーランド・リトアニアの国家合同を実現させようと、不毛な努力を続けたため、同時大臣から、 ポロニアの恋人なる、皮肉なあだ名を付けられた。彼は、リトアニアの国政における、主導権をめぐり、アルベルタス・ゴシュタウタスと対立していた。また、ミコアイは、第一次リトアニア法典の編纂者としても知られる。ミコアイの二人の息子はいずれも、男子を残さなかったため、ミコアイを始祖とする、ラジビウケの五ンツめテライ系統は16世紀、前半のうちに耐えた。 ありがとうございます。